子どもの貧困の問題を解決するために管理栄養士になって栄養バランスの取れた食事を子どもに与えて未来を作る職業に携わる人になりたかったのでこの学校に来ました。高校生の時からこういう自然のあるところで勉強ができるので心も穏やかになって精神的にも成長できると思います。アレルギーを持っている子どもたちとか、まあ、いろんな人ですね、いろんな方が食べれるあのお菓子ケーキとかを作っていきたいなと思ってます。基本的には多分将来食に関わる仕事に就きたいということが一番違いかなと思います。お菓子、パンなどの食品、それから食の栄養に関わるお仕事などなど、そういったものを目指す子が多いんじゃないかなと思います。はい、生徒自身が学びたいという意欲を持てる、そんな授業をしていきたいなというふうに思います。ちょっと足りないぐらいで、あとは自分で調べたりとか、将来自分に関わることだからもっと調べたいとか、そういったあとちょっと足りない部分を自分たちで補っていく、そんなところから魅力ある授業ができたらなというふうに思っています。今いろんな夢を抱いて学校に入っていると思うんですけれども、その夢を、まあ、一つは実現させてほしいなというのがあります。またもしもその夢が変わったとしても、多分ここで学んだことだとか、そういった苦労っていうのはこれから先でも生かされることだと思います。なのでぜひ今学んだ、そんな蓄えている力を思う存分将来生かしてほしいなというふうに思います。はい、中学生の皆さん、今高校選びいろいろ迷われていると思いますが、ぜひ農業高校食品科受けてみませんか。皆さんの今抱いている夢、形にできるのは多分ここ食品科だと思います。食品科で皆さんの夢形にしましょう。お待ちしてます。食品への愛と情熱があれば、この学校はあなたに向いていると思います。ぜひこの食品科で一緒に学びましょう。